えー、こんにちは、えー、今日はですねこの前その脈について少し喋らせてもらったんですがその喋り方がね僕の向きとしては脈いうものをもっともっと勉強せなあかんよというまあ専門的に勉強せないかんよいう方へこう何か意識づけるような形でしか喋ってなかったんです。で、えー、ところがよく考えてみるとね下だと思ってその患者さんが知ってたらもっといいこともあるよと。 いうことがあるので、ね、まあ今日はですねその患者さんがこれだけ知っとったら、まあ、命に関わるような時でも、まあ、場合によっては助けることができるというのを知っとってほしいんです。で、えー、それはね、まあ、いろんなケースがあるんですが今日は頭の外傷、えー、まあ専門用語でよく「頭ぶ外傷」というんですが要するに頭の外傷頭を打った、ね、転んだあのまたは叩かれた打撲 とにかく頭を打った時によくまあ、えー、脳外科に行ってないしは救急に行って「CT 取りました MR 取りました」って「いや出血もないし大丈夫です」で帰りなさいっていうようなことがあるんですがそのまあ普通救急とかね、あのー、脳外の先生なんかはねまあ一応帰っても例えば吐き気がするやとかねその手足がしびれるとかろれつが回らんとか。 えーまあ、そういうようなことがあった時にはすぐ来てくださいよとはいうようなあの注意はします。であのその注意をする時にね、えー、まあ僕も救急病院も勤めとったこともあるしそういう意味では大抵はねまあ「すえー、帰ってもじわじわ出血する」というような時に。 どうしても脳みそを圧迫するんでねこの脳みそを圧迫した時の症状が出るんです。でこの頭蓋内圧更新症状というものの中の一つにね実は自分で脈を数えてあちょっと早いな遅いなこ,のこれだけでも命を助けることができるというのはね、まあ、みんな知っといていただきたいので、えー、具体的な話をしますと例えばね、えー、も,うもう十何年20年ぐらい前になるかなあの,でのケースですが。 えー、万里の頂上にね行って滑ったあの、まあ、あ年配の方がおられるんですで滑って転んだで帰ってきてねまあ別に何ともないでところがね1ヶ月半ぐらいした頃にね、うん、奥さんがね旦那が「何かおかしい」んです最近言うんですで何かおかおしいって来られてもねこっちも「何がおかしい」って手がしびれるとかねろれが回らんとかはっきりしたことならいいんですが。 なんんかか旦那がおかしいんですよこっちもおかしいようなことを言われてもと思ったけどまあ,あの脈を見るとねこれはね少しまあ,あの漢方ではゆっくりの脈まあ漢脈という緩やかな脈というようなまたは地脈というのはもっと遅いんですがそこまでは遅くないんです。でそういういねあれは脈ちょっと遅いなといいつもよりいうことで。すぐね、えー、これは えー、京大病院じゃ話にあの、えー、の機体にすぐまあ調べてくれるのはねパスチュールというところがあってそこでね M.R. 取ってもらったんですねすぐ取って,ってでそれを持って患者さんと家族がこ,こ,こ来られました見るとね実は脳みその三分の一ぐらいは血腫やん血の塊で占められてるんですえっていうのはねこの一ヶ月半ぐらいの間にじわ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 出血する。 これは例えば手のすりむいたらね気汁が出るみたいにあのプーっと吹いてくるんじゃなくてじわ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 で手なんかはね乾いて血がかさふたになったりしますが脳みその骨の中でそれが起こってると固まらないんですだからじわ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 いって圧迫する。でこれはねひどくなるとねテントヘルニアといってちょっとここにまあ図を描きますがえー 脳みそ、大脳があって小脳、えー、あってえんあってとこういうのがあるんですがこのえんのところのに膜があるんですがねテントといってねこれ頭蓋骨でこう,かかこう固まってますこっちが目が目のほう目は取こりこ出したらあかん。でこの脳みそのねここへじわ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 出るちゃうちは何ともないんですがまあ。ん 3分の1もこんだけもね血の塊がもうこうあるようなもちろんこんなすぐ CTMR とれすぐ分かるわけです。でこれでね脳みそが圧迫されます。そうするとどういうことが起こるかって一番危険なのはこのここにね膜があるのがズドーンとこのあ膨れた血の塊と脳みその容量でズドーンと落ち込むんです。そうするともう塩髄がズドーンと落ち込むようんかそれが即死です。 デントヘルニアと言って、ね、だから脳外の先生パッと見てはい緊急入院手術ですぐ手術して助かりましたよまあそういうようなことがあるんですがその時にじゃあ、まあ、脈というものがねどういうふうに役に立つかいのが今日の話です。脈はねあの、まあ、1分間に60以下をね西洋医学は除脈と言います除脈。 これが、まあえー、除脈という、これは1分間に60以下と決められてるんですが別に59だとかな何とかどうじゃなくて、えー、脳圧更新症状の一つにですね脈がゆっくりになるんです。であのー、まあいつもの脈がどのぐらいかいうのをねそれは この頃は血圧を測ったり脈を測ったりする人多いから大体、えー、い,い,いつもはまあ自分だったら80ですとか、えー、まあもうちょっとですとか大体いい分かっとる人と、まあ、分かってない人でもね、あのー、頭を外傷で打った怪我したなんかのあとは時々自分で脈を見てもらって内緒はおかしい何かおかしいぐらいの時に、まあ、家族の人が見てもいいですがこれ1234で数えてみてまあ どうもね、60以下はもうやっぱり一回もう一回スマン MR 取ってくれ、CT 取ってくれというふうにまあ救急で行ったところか脳外科のところに行ってください。で、まあこれがジャスト60とは限りません。まあいつもが80、90高い人でまあ何かちょっと70、60で他にも除脈焼かれてすぐに行き過ぎるとね。 血圧を下げる薬はね、交感神経というものを抑えますのでね、脈はゆっくりになるんです。よく血圧を下げる薬を飲んではる人はね、50代ぐらいの脈の人はざらにおられます。で、なので、あの、ただ、あの、60以下とか、まあ、50何ぼやから、こら、もう飲むそごおかしいん違うかとは思ったら困るんです。要するに、外傷の後で、1、2か月の間、まあ、来週は帰ってもええを言われて、1日、2日の後に、こうやって見て、 なんか少なくとも脈が遅いですよという感じが自分ですると一,一分間に何ぼでしたいうようなことをせんでもおかしいと思ったらまあ少なくとも再受診をする、まあ、脈以外ではねあのこの目の玉があのこれは人から見てもらえば分かりますあの動向が左右差があるといって。 目の玉右と左ねこう目,目の玉がこうあって白目ですが瞳孔ですねこ黒目のところこれがね普通の混乱と混乱と右と左が違うとこれは、まあ、同じ大きさならねまず何ともないです。これ瞳孔の左右差というこういうことが起こっているのは必ず脳の神経に何らかの異変が起こっている証拠なんです。で 他にもね、あのまあ近覚をこう見たら目の玉ってこう服装反射でこう中に寄るんですで遠くを見るとこうこういうようなことは脳外科の先生とか救急の先生は検査をしますで普通の人はそこは分からんけど少なくとも目の玉の動向がこうぐらいは分かることがあるからここまでひどいのはもう まさに救急で行かないでません。で、他にね、もう一つはね。あの。後部硬直と言ってね。頭普通はこうこう、誰でも容易にできます。ところが。あの、脳の中に、まあ。髄膜炎やとか、出血やとか、何らかのね、異変があるときに、後部硬直と言ってね。あの。首が。硬くて。全然こうこうできないような、硬くなる。 こういうい部硬直こんなものはあのもし起こったらこれはどえらいことが起こりそうな気配なんだというふうにまず思わないかんなんです。これはねあの医者があの脈見てどうのこう,うのじゃなくて外傷後はね大抵家族自分でちょっとの間はなんか変なことが起こったら困るよという意識は持たないかんその時の一つに脈が非常に役に立つということでね脈いうものもね その大きさだとか浮いてる沈んでるまあいろんな脈の見方があるわけですがそんなことを抜きにして数だけちょっと緩いちょっと早いこの緩いだけというだけでも実はそれが分かるということは非常にまあ場合によっては命に関わることを助けることができると。体の表面に出てくくるサインを早く見つけるということは非常に大切なことやろうと思って今日は追加させてもらいました。以上です